私の専門は社会心理学です。慶応義塾大学文学部の上島敦史です。私は限られた資源をいかにして分けるべきかという分配的正義の問題に対して社会心理学の視点から研究してきました。例えば医療資源や土地は限られた資源であり、欲しい人が欲しい分だけ得られるものではありません。限られた資源はどのように分けるべきでしょうか。哲学では規範的議論、つまりべきに関する議論がなされています。これに対して私の研究では実際に人々がどのような分け方であれば受容しやすいかを研究しています。哲学や倫理学におけるべきの正義論を参考にしながら、私はであるの正義論を社会心理学実験で調べています。私の研究では実験参加者の方々にどのようなお金の分け方が望ましいかを回答していただくことが多いです。例えば一つ目の分け方を選ぶと240円、920円、2340円が自分とは無関係の3人に分けられます。一つ目の分け方は3人が受け取る総額が最も大きくなっており、これは例えるなら社会における富を最大化するような分け方です。二つ目は最も平等な分け方で、3つ目は3人のうち最も小さい額を受け取る人は420円を受け取ります。他の2つの分け方を選んだときは、最も小さい額を受け取る人は240円か400円しか受け取れませんので、例えるなら3つ目の分け方は最も恵まれない人の利益を最大にする分け方です。このようなお金の分け方に関する実験をさまざまな文脈で行った結果、人々が最終的に選ぶ分け方は多様である一方で、選ぶまでの過程では最も恵まれない人の利益を配慮する傾向が広く見られることが分かりました。これらの実験結果はあくまで限定された文脈で得られた結果であり、解釈には注意が必要です。そのことに留意しつつ、私は社会における最も恵まれない人々への配慮が人々に広く支持される分配的正義の基礎となる可能性に注目しています。今後もどのような分配の正義であれば人々に広く支持され社会設計における出発点となるかについて研究したいと考えています。研究が広く人々の役に立つことが最も重要だと考えています。研究者としての個人的な知的関心は大切にしていますが、何よりも税金で支えていただく価値が自分の研究にあるのかを常に自分に問いかけています。私の専門は人工的な環境を作って行う社会心理学実験です。そのような狭い環境で行われた実験をどのように社会に還元していくかは今後も最重要課題として考え続けるつもりです。